さあ始まりました新番組ですね。石田康史と銀シャリー橋本直の痛み大使ラジオ。ゆるいですね。いいですね。どうも痛み大使の石田康史です。そしてこんばんは痛み大使の銀シャリーの橋本です。お願いします。お願いします。そうですわ。ガリさん、僕、康史さんとか、あとアジアの隅田さんとかも痛みなんです。あ、隅田や。はい。そう。痛み大使でもすごいよね。痛み多いですね。いやだから本来なら多分、はい、有村架純さんにお願いしたかったんですけど、だから僕の間違いないですよ。僕の前が多分有村架純さんだと思うんですよ。全ての痛みの市民の皆さんに向けて、はい、MM 痛みから痛み大使の声で元気とパワーを送りたいという番組、はい、これが石田康史と銀シャリ橋本直の痛み大使ラジオ。いやだからそう、だからほんまもうね、あのコロナとかがなければ、うん、このラジオやって実家帰ってっていうのが一番ゴールデンな流れなんです。ストレートの流れよ。最高です、本当に。まあ今日はあの声で皆さんを元気づけたらと思いますんで、はい、最後までよろしくお付き合いください。はい、さあそれで石田康史と銀シャリ橋本の痛み大使ラジオ、最後までお付き合いください。